それでは DD 新曲情報を担当させていただきますのは、魂込めてモロモロコールドラゴンナビゲーターの長谷川匠と、ヤナラガン2019マナがお送りします。マナちゃん、あとファミリーシリーズということだけあって、はい、ご家族連れというかね、お子さんも多いですね。お子さんもたくさんいらっしゃってて、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日はね、早速そのファミリーシリーズでさらに昇竜も重なるということで、はい、ね、こちらが今年の昇竜ユニフォームでございますね。そうですか。あ、これで拍手いただければ、ありがとうございます。どうなんでしょうね、年々俺がちっちゃくなってんのかユニフォームがでかくなってんのか、どっちだ。あ、多分長谷川さんがちっちゃくなってる。身も心もなってるよね。なってる気がするんだ。そうです、そうです。嘘？大きい感じですもんね。そう、はい、結構オーバーサイズで。そうでさ、俺も結ぶのがまたいいのかなって思ったんだけど、一回やってみていい？一回、一回やってみましょうか。ちなみにボタン何個外すの？3つです。3つ外してね。昇竜ユニフォームのチアドラ結びは3つですよ、皆さん覚えました？正直どう？ちょっと気持ち悪いですね。確かにね、気持ちよくはないでしょうね。ちょっとだけ、あの上のスタッフの皆さんにも言われましたけど、もう長谷川さん下履いていかなくていいんじゃないって言われたけど、これステージの通報入るからね、本当ね。通報ですね。初めて彼氏の家に泊まりに来た、ね、女の子みたいになってますからね。まあまあ男性もね、これ着ていきましょうよ。はい、令和ということでね、はい、新しい話で迎えましたけども、言語またぎ何してました？私は、ちゃんとテレビとかの中継見て迎えたいなと思ってたんですけど、ドライヤーしてました。あ、ちらほら笑ってくださってありがとうございます。またぎドライヤー、ああそうだった、はい、ドライヤー終わって、あ、やばい、電話だと思って携帯つけたらもう5分で、あららら、あららら、ら結構乾かなかったね。そうですね。そっかそっか。じゃあその悔しさは、令和初勝利をドラゴンズにここ名古屋ドームで挙げてもらうということで、はい、皆さん今日も最高の演奏よろしくお願いします。お願いします。ね、東京なんか野球やっちゃかんのだよ。ここでやればいい、ここでやりましょう。そうですね、はい、さてさて、情報に行く前にですね、今シーズン、まあ、勝手に恒例にしてるんですけども、はい、チアドラゴンズここ担当してくれる方の見せ場というか意気込みというか抱負というか聞かせてもらおうと思ってるんですが、はい、あなたそういえば DD 知得情報初めてじゃない？初めてです。お、知らなかった。初めてです。さっき言われて今思い出した。令和初、初 DD。 全然リラックスしてるね。そう、よく緊張してないように見えるって言われるんですけど、これでもしてるんですよ。え、何の？どうもね、してる感じないですよ。堂々としてますけどね。そうですか。そんなマナちゃんの今シーズンのダンスでの見せ場ってのはどんなところでしょう？はい、ステージじゃないんですけど、グランドのオープニングダンス見てくださってる方いらっしゃいますか？あ、そうか、試合前に、試合開始前の中の踊りね、ちらほらいらっしゃって、はい、私たち試合前にもグラウンドでオープニングダンスを披露させていただいてるんですけど、今年あの私1番に出る役割なんですよ。1番に出る、通路から。通路です。あ、特攻隊長なんだ。はい、ワンでワンで出る人。ワンで出る、伝わりますか？あれさ、今年からさ、106B のすごいでっかい字でさ、そうです、そうです、チアドラゴンズって出るじゃん、はい、そうですね。あれと同時に曲が流れるじゃん、はい、あなたもそこからどんな感じで出るの？ジャ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 ワン。あ、そうなんだ、はい、あ、必ず最初に出てく役割。あ、もうやってます、今のところ。結構あれ走ってるよね。そうなんですよ、今年あの見てくださってる方わかると思うんですけど、二塁ベースの手前ぐらいまで全力出すんです。なんつった？全力出す。気持ちは伝わったけど、全力出す。今バレないように過ごせるかなって過ごせないましたけど、無理ですよね、いいよいいよ、こっから過ごします。全力ダッシュです。あ、そう、はい、結構なスピードじゃない？もう本当に本当に全力です。調節というかもう本当に全力。距離でどんぐらいあるんですか？え、なんか私調べたんですよ、ちょっと気になって、どんぐらい私は毎日走ってるのかなと思って。ほう。そしたらそのホームから、通路からホームが18メートルぐらい。通路からまずホームまで18ぐらいありますね、うん、あ、多分大体なんでね、うん、これで調べたって言ったよね。え、調べたから大体なんでね、はいはい、でホームからマウンドがもう多分18
18.44。そうですね、ホームから、そうそう、ピッチャーキャッチャー間は 18.44 と決まってるから、ね、そうですね、はい、で、多分マウンドからセカンドもまあそんくらい、まあそんくらい、そんくらい、調べても出てこなかったんですよ、ここだけね、はい、そうすると、プラスすると、まあ、50メートルちょいくらいになる、ね、そうだ、それ全力疾走、はい、ですよ、シャオロンが待ってくれてるんですよね、あの先の方でですよね、分かる方、シャオロンと私はハイタッチをしなければならないです、使命、そういう宿命にあるわけ、はい、そういう宿命にあるので、シャオロンめがけて本当に全力疾走、結構早いんですか、私陸上部だったんですよね、あ、そうなんだ、はい、へえ、何それ、過去に陸上部だったと拍手が起こる、ありがとうございます、俺も中学まで野球やってたぜ、戦いね、あ、じゃあダッシュしてんだ、はい、なるほど、じゃあそこ見せ場ですね、そうですね、じゃあ早速今日のオープニングダンスを皆さんね、僕がコールしてる間彼女バーって走ってくんで、そこを見ていただきたいと思います、はい、今日は出ません、いや今こんだけ話してるけど今日出ない、今日はちょっと出ません、あ、そうなんだ、今日はちょっと、はい、あ、そう、編成の都合上ね、はい、新人のななかちゃんが私のポジションで走ってくれます、はい、じゃあその全速力が見られるのはいつですか、明日ですね、やらしいあんたやらしい、明日ですね、あ、そうですか、明日見に来られる方ね、はい、皆さん明日もですよ、はい、今日も見て明日もですよ、はい、いいですね、いいですね、はい、さあではそんなまなちゃんとですね、お得な情報をお伝えしてまいります、まず今日から3日間はファミリーシリーズ2019でございます、はい、皆さんどうぞご期待いただきたいんですが、これ結構売れとるね、そうですね、はい、どうなってるんですか、はい、一般券は今日明日完売、5日もあと残りわずかですが、ひょっとしたらこの時間には完売になっているかもしれません、すごい原稿だね、あ、そうなっているかもしれません、5日ってなっていますかまだあるのかな、どうですかね、急にスタッフの方がいなくなりましたね、はい、誰にも聞きませんですよね、はい、忙しいんでしょう、はい、イベントもりもりで、はい、はい、Eステージはこの後マスコショーの他にはマジカルパレードビーチのライブ、お、そうですよ、スタンバイしてくださってますね、ねえ、今日も盛り上げてくれたもんね、はい、楽しみですね、ピンクのモヒカンのお兄さん出てきてね、すごいね、パワフルなステージを展開してくるんですよ、知ってる人います、あ、いますね、ありがとうございます、ありがとうございます、もう間もなくね、もう悲観姿だけでもその上から見せてもらって、ね、ちょっとジャンプしていただくと、あ、ちょっと見えますかね、あ、ちょっと見えます、見えた方、見えた方、見えた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 方いるみたいですね、いいこと起こりますよ、後ほどその全貌を明らかにしますので、どうぞご期待ください、はい、はい、そして D ステージ以外でもドーム北の駐車場では CBC ドラゴンズグルメパークも開催しています、こうやってるんですよね、グルメパークに隣接して15時まで午後3時までファミリーパークも開設しています、 CBC ドラゴンズグルメパークは名古屋ドームの試合終了2時間後まで開催していますので、終了後にですね、美味しいお酒を飲みに行っていただければと思います、また今日はてんこ盛りですね、お隣のイオンさんでも、サテライトイベントを実施しています、そちらもどうぞチェックしてください、はい、はい、他にはドーム内での企画では3日間ガンダム仕様の映像が流れたり、今日は昇竜デーのご来場のお客様全員に昇竜ユニをプレゼントします、7回はジェット風船の打ち上げ、スタンプラリーなどいろいろ盛りだくさんになっております、はい、先日もお伝えしましたけどもね、本当ね、ドラゴンズ、ウィズ、ガンダムってことで、はい、ガンダムは多少分かる、存在は、存在はアムロレイとか分かる、あ、あのこの前それで長谷川さんのアムロレイ聞いてて、ほうほう、はい、似てました、あ、本当、はい、似てると思った、はい、なんで紛れて多分言えますよ、紛れません今日聞こえるのは似てますよね、まあ、結構これ練習した、めちゃめちゃ似てません、その当時ね、あの今日球場の中で聞こえるのは本物の声だけです、偽物の声は全部ここで聞きました、はい、残念、そして始球式のハンター企画があるそうです、もうすでにそのハンティングをしてんのかな、どっかでですかね、はい、ちょっと見かけてないです、まだ、そうです、ね、サングラスの、あのホームページ上にはなんかサングラスで、黒のスーツのね、はい、いかつい兄さんたちが撮ってましたが全然あんな格好でやってないそうです、普通に普通にやってるらしい、はい、どなたが投げられるのかどうぞご期待ください、はい、そして今日からまたバージョンアップです、5回の裏ラッキーパフォーマーまたやっちゃいます、
はい、皆さんね参加してくれてると思いますけども、ラッキーパフォーマーなんと今日は6月のガールズシリーズの試合初日です。6月21日金曜日のマジでダイヤモンドシート4席。すごいじわっときた感じだったね今ね。ちょっとだけですね、4席です。嬉しい。ご家族で来ることができるわけです。よって、5回の裏のパフォーマンスタイムですね、いつも以上に盛り上がっていただければ。はい、はい、あれどう実際やってて、はい、皆さんめちゃめちゃ立って踊ってくれてる方とか すごいたくさんいらっしゃって増えてきたよね。はい、嬉しいですね、はい、ぜひご参加いただければと思います。ちなみにバックネット裏の4席イコールダイヤモンドシート、総額するといやらしい話2万弱ぐらいになる、だよこれだよすごい、ね、私も座りたいですもんね。あなた球場の中で脅したいから、はい、それにプラス、LED ライトを4本セットでプレゼント。本当に豪華です。すごい、はい、これ明日明後日もやります。どうぞご期待ください。そしてスワローズ、3連戦終了の後は6日からカープ3連戦が始まります。6日7日はカープのマスコットであるスライリーが名古屋ドームに遊びに来てくれます。6日 D ステージもありますんで、スライディはこのステージにも登場してくれます。そちらもどうぞご期待ください。はい、さらにさらにガールズシリーズ2019が6月21から23日です。はい、その中身教えてください。はい、まずはプレゼントのお知らせです。6月22日土曜日は恒例になりましたドラコユニフォームを当日来場の女性のお客様全員にプレゼントいたします。また前日21日金曜日には試合後のイベントで使用いただけるウィズブルーハートバトンを女性のお客様先着1万5000名様にプレゼントします。ウィズブルーハートバトンって何？ハートバトン、さっき裏で写真見せていただきましたよね、うん、あれがそうなの？はい、あ、本当なんか楽しそうに話してるなと思ったけど、はいはいはい、ちょっと実物がないんで表現しましょう、は表現しましょう。あなた大胆、こんな感じのやつにアコード部分をお願いします。俺がこうやるこんな感じ、こんな感じです。分かりにくいよ逆に分かりにくい。ウェブサイトをご覧になってください。おじさん転がされとるなこれな。ちょっとじゃあ大きいんだ。去年配ったハート型のやつよりちょっと、はい、ハート型買いますもん。そうそう、だからそれよりね、なんかもうちょっと、そうそう、棒の部分がこれより長い。そう、長めで、うん、なんか魔法のステッキみたいな感じで、可愛かったです、めちゃめちゃ。そうなんだ、これ以上のものをゲットできるかもしれない、ね、はい、はい、なんかこれの、ありがとうね、表がドラゴンズのロゴで、裏がドラゴンズの神セブンイケメンコンテスト、神セブンに、そうだ、イケメンコンテストや、はい、選ばれた7選手の背番号が記載されたものがランダムにプレゼントされるということで、そうなんだ、か誰になるかわからないっていうワクワクな企画ですね。今年は神セブンで行くわけで、神セブンですね。なるほど。もうちなみにそのクリックはスタートしとるわけだけど、参加してくれてる方どういうぐらいしてる方、あ、本当にちらほらちらほら、ね、結構なんか男子も上げとるし遠くからも上げてるしねそっかそっか、あ、やってるの？一回やりました。一回やった、はい、あ、ちょっと気になるね、誰ですか？遠藤一世。あ、出た出た出た、出た出たですか、出た出たですか、そういうタイプね、そういうタイプね、かっこいいよね、確かにね、はい、応援歌込みで好きなんですよね、私。え、応援歌が好き、応援歌、どういうとこか、ワンボシって、はい、あるじゃないですか、歌詞歌詞の中に、はいはいはい、名前とすごいかけられてておしゃれじゃないですか。ああ、確かに素敵だよね、はい、ちょっと素敵なんで応援してますよ。そういう名前のラーメン屋さんも美味しいよね、確かにねありますけどもね。皆さんはどなたに、投票されるんでしょうか、ご期待ください。その神セブンの背番号が入っているチームとね、はい、はい、そしてそしてまだまだお知らせは続くわけですが、入場券はシーズンシートオーナー選考は昨日から、ファンクラブ選考はあさっての5日から、一般発売は5月11日土曜日からとなっています。イベントやプレゼントなど詳しいことはドラゴンズ公式ホームページでご確認ください。ファミリーシリーズが終わり次第どんどんアップされていくとのことです。ガールズシリーズご期待ください、はい、さあ他にもここから先は盛りだくさんですな。
チア交流があります。5月14、15、チアドラゴンズ5名が横浜へ遠征、もちろんドアラさんも行くとのこと。そしてベイスターズとの交流は久しぶりで、他にもタイガースガールズと初の交流。あ、そうなの。そうなんですね。知らなかった。あんた他人事だね。私だって。ああ、そういうことね。そうかそうか、まあ、まだでもここにも選ばれる可能性ありだもんね。そうですね。そうだね、はい、はい、お楽しみにですね。はい、どうぞご期待ください。というわけでもろもろ告知を展開してまいりました、はいはい、ちょっと時間が余りましたので、では、個人的な告知に関していただきましょうかね、はいはい、いつも大好きな個人的な告知です、はい、どうぞ、はい、先週かな、ファンクラブスペシャルゲームの日、はい、FC スペシャルゲームの日ね、はい、あの日に何かありました。大丈夫ですか。大丈夫ですか。すげえ見られてるからなんかあったかな、はい、大丈夫、はい、FC スペシャルゲームの時にですね、試合終了後にイベントを行いまして、与田監督にね、トークショーの司会をやらせていただいて、シーズン中に監督出てくるすごくない。そうですよ ね、ご覧いただいた方がいらっしゃるんでしたっけ。お、ありがとうございましたね。歴史的な承認になっていただきましたね。今手を挙げていただいた方ね、ありがとうございます。本当に何でもね、フランクにね受け入れてくださる方で、今年僕がやってるじゃないですか、はい、昇竜復活ウィズブルーって、はい、知ってますか。知ってますよ。もちろんですよ。どうやってやるんですか。全部やっつけ感があったよね。いやいやいや、そんなことない。そうです。それをね、あの与田監督にもね、やっていただこうかなと思ったわけじゃないんだけども、はい、最初はファンの皆さんと僕からのエールでこれ見てくださいっていうつもりだったんだけど、はい、ご自身で最後マイクを持って、はい、ご自身でやってください。はあ、かっこいいよね。かっこいいですね。ね、お墨付きを得ることができました、はい、よってね、徐々にこういったことを、ね、やってくる人が増えてきていると思います。僕もですね、あの球場の中に入っても、ここ以上にまた魂込めてもろもろコールさせていただきますので、ぜひ皆さんにも一緒に盛り上げていただければと思います、はい、ファミリーシリーズ、ご家族でお越しの方が非常に多いと思われます。どうでしょう、家族全員で来てるという方。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、はい、お承知の通り東京では悔しい思いをしてまいりました。ただね、まだまだマイナスはたったの2でございます。今12連戦真っ只中、はい、今日から名古屋ドーム6連戦をまた勝ち越していけば、はい、ね、最高の秋に向けての道しるべが見えてまいります、はいはい、そのためにもぜひ皆さんは今日もね、最高の応援をしていただければ幸いでございます。はい、お願いします、はい、では皆さんに今お伝えしたそのフレーズで、はいはい、締めたいと思いますが、なんか言い忘れたことがある、はい、あ、いえいえ、全部言い尽くした、はい、やり尽くした、はい、終わりました。6連勝しましょう皆さん。はい、そうですね、はい、今以降の6連戦、皆さんの最高の応援をぜひ一つよろしくお願いします。心を一つに参りましょう、はい、ご唱和ください。昇竜復活 with blue。 ありがとうございました。ありがとうございました。ミニシップル情報、長谷川匠とキャドラゴンズ2019マナがお送りしました。ありがとうございました。明日以降の雑誌にご期待を。